心躍るような冒険もなく、恐ろしい化け物もいない。遠い昔の話でもなく、遠い国の出来事でもない。それはある小さなお部屋のありふれた物語から始まった勇者ごっこをして遊ぶ親子。勇者になった女の子はお母さんと一緒に勇気、信念、希望を手にする物語をいくつも紡いだ。ある時、劇団がやってきた。観客席には女の子の姿。開かれる幕に鳴り出す音楽。お母さんと一緒に紡いだ物語。冥王国の物語は現実という舞台にやってきたのだ。そんな王国はどんどん大きくなっていき、勇者メイの冒険談も心躍る物語に変わっていく。世界で一番高い山に登って、全てを断ち切る勇気の宝剣を探す勇者メイ。それははしごを登り、恐怖を退けた女の子の勇気の証。広い砂浜をひたすら走って、嵐をも防ぐ信念の拳銃を探す勇者メイ。それはお母さんが隠した飴を家中探し回った女の子の思い出。お母さんは女の子の毎日を物語に変えた。冥王国はどんどん大きくなる。勇者メイの冒険もどんどん増えていく。でも劇団が各地を回っていく中、お母さんは体調を崩してしまった。そして迎えた最終公演の日、この花冠を手に入れ願いを叶える日。でもその日、アンコールは起こらなかった。お母さんが大好きなアヤメの花、お母さんにも見せたかった。願い事する？そして勇者たちの心からの願いとともに、物語は結末を迎えた。小さな勇者はとうとう願いを叶え、思いをお母さんに伝えた。お母さんに言いたかったこといっぱいあるの。話しきれないほどの物語を。幸せな物語だったわね、あんこ。